おっす、俺は YouTuber マフィアカジノです。ポケモンのレッチです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。拍手がね、今回拍手がね、響き渡ってますけども、またねポケラボの中の人お二人に来ていただきました、よろしくお願いします。メディアに出る勇気がないって言われたら今回ですね、まあ、そのお二人に来ていただいたということで、千奇絶唱シンフォギアエクスドライブアンリミテッドの最新情報で、またいただきましたよ。来たよ。まあ、いただきましたというか、もうぜひフォーゲーマーのマフィアカジノとオレッジのコンビに紹介してほしいと。ありがたいことにね。ありがたいですね、本当に。そう、まあね、公式から直々に来るというのも我々は偉くなったもんですよ。本当ですよ。でね、今回もね、その一足先に皆さんに新しい情報をお届けできるんですけれども、実は俺も、現時点でほとんど情報を知りません。なんかいきなり見た方がびっくりする方って、で、最初どんな流れで見せてくれるんだよ、この概要を改めて説明します。はい、じゃあスライドがあるらしいので、そちらを見ながらということで、はい、行きましょうか。なんと来ましたよ、豪敵イベント。尖閣の協力者ウェル博士はあ、これはあのこの前あったフィーネのやつと近いものって考えていい、から続くものですってことはですよ。じゃあスライド見ていこうか、ちょっと行きましょうか、ちょっとスライド見て、じゃあ次のページ、ドン。前回イベント、今回イベントのあらすじ、イベントの見どころ、これどういうこと、前回が続いてるってことですか。そうですね、前回が続いてますので、まあ、前回のフィーネ編のですね、あらすじをご覧いただければと思います。はい、と、そうですね、ギャラルホルンのアラートにより平行世界へと来た奏者たち、で、ニカと思われる者たちにギアを奪われちゃうんですよね。で、捕まって助けてくれたのはなんとフィーネ、しかも、もうすでに覚醒している状態のフィーネですよね。脱出の途中でウェル博士が出てきましたね、ドカーンと壁破って出てきましたけれども、で脱出できた奏者たちは今現在ニカが謎の舞台に乗っ取られているということを知らされると、でニカを唯一の居場所というフィーネは奪われたニカを取り戻すため奏者たちに協力することを要求すると、まあ確かにこんな流れでした、ね、はい、前回のイベントって確かここまででもう終わっちゃってました、ね、はい、サクッとストーリー部分はもう、じゃあ次のスライドいってみましょうか、ドン。尖閣の協力者ウェル博士のあらすじ、フィーネに続き奏者たちの前に現れたのはウェル博士と、孤高の生態研究員、所属してないですね、どの組織にも、でも英雄コンプレックスは相変わらずぶれない、手に入れたとか言い出してインディコンシティだとかの変わってないですね。ウェル博士自体は平行世界側のウェル博士、これは平行世界のウェル博士、あのドルオーダーウェル博士とはまた別のウェル博士ですね。ただ英雄になりたいっていうところは変わらない、なるほど。さあ、自称英雄は装飾されるの力となり得るのかと、はい、といったところが、今回から始まる尖閣の協力者ウェル博士の話です。はあ、なるほどね、前回フィーネ編だとウェル編になるんですね、次行ってみましょうか、ってことはドン。あら、いやー、まあそうなりますよね、ウェル博士緊急参戦ってあるんですけどまず参戦するような立場の人じゃなかったはずなんですけどね、この人。確かにね、参戦いたしますということで、あの勘のいい方を気づいたと思うんですが、前回のフィーネに続きまして、今回は、ウェル博士がプレイヤーブルキャラ、いやー、マジかいます。フィーネ来たこと自体が俺びっくりでしたけれども、その流れでウェル博士来ちゃった、来ちゃいました。はあ、本名はジョン・ウェイン・ウェルキンゲ・ドリトリクス、知らんかったこんな名前だったんだ俺これ知らなかったんだ、知らなかった、通称というか、ウェル博士というか、オフィシャルとした方が出てくる、はいはい、こういう本、知らんかった、アニメ中で語られてたっけ、こんな名前、アニメ中では出てこないですね、ウェル博士かドクターウェル、あ、そう、ドクターウェルありますね、ジョン・ウェインだったのジョンだったんだ、この人かっこよすぎるだろ、名前、米国連邦生物研究機関の出向、まあここら辺の紹介はまあ、公式通りのものですね。そうですね、まあ、この、紹介させていただいている設定に関しては、通常の本編世界でのウェル博士、そうですね、なるほど、はい、CV は杉田智和出ましたよ、まあハマり役もハマり役でしたね、じゃあ次のスライドどんどん絵が進化して絵がどんどん進化してはい、でこの絵はですね、最後今スライドの絵に
関しては、新しく書かれた、今回、シンフォギアカードとして出る上田若さんになっておりますので、まあ、それとしてはこちらまでなんですけれども、うん、まあ前回の、フィーゲン編、今回のウェル博士編ときまして、実際はプレイし楽しんでいただければ最後どうなるか分かるかと思うんですが、まだ続いておりまして、そこから、さらにストーリーがつながって、このウェルフィーネ編ウェル編をつなげたストーリー編、まだそうなんだ、フィーネウェルとまた何か来るわけかな、これは結構初期の方のキャラかな、フィーネ、ウェルで、あとこの中で参戦しそうなやつっつったら限られてくるけど、もしかしてあの人かな、どうだろう、うん、僕今別の男性思い浮かべてるんですけど、別の男性、別の男性、あるある、確かにある、ね、ある、あの人の戦闘力なら十分ある、ワンチャンあるんじゃないかみたいな、ウェルがありならあれもあり、あるよ、この辺りはついた想像どっちが来てもおかしくない、おかしくないよね、おかしくないよ、うん、いやーしかしすごいですねこれ、映画の進化するために人間やめてっていう、はい、人ならざるものこれプレイアブルって将棋じゃないですよ、動きとかも気になりますね、いやー気になるわ、これ今回触れるんですか実際に、うん、はい実際ですね、ウィラ博士の、バトルシーンと、あと、少しストーリーの方も見ていただければと思います、やった、じゃあちょっと端末の準備をしましょう、はい、さあ、はい、というわけで端末の準備ができました、はい、このアットホームや職場を見てくださいホーム画面でアットホーム人間をほぼほぼやめた状態の手がね、人ではなくなってますからね、タップするとちゃんと喋る、あちゃんとシーズナブルボイスも入ってる、まあ、今後ね、もしかしたらアップデートでもっとキャラクター絡みのセリフとかも増えていくかもしれないですよね、これ、うんうん、そうですね、よりよりこうウェル博士とのねコミュニケーションが取れるゲームになっていくといかにね、そこに需要があるかちょっと分からないんですけど、いやさすがシンフォギアが違うねもう痒いところに手が届く、他のゲームならこれ絶対追加しないだろうそこにコストかけるんかいっつってね、そこかよじゃあね、カードの性能の方をねちょっと見ていきましょうか、じっくりネットで見ていきたいと思うんだけども、さあ正体敵一体に ATK の 125% の物理ダメージ、うん、かつ3ターンの間自身の物理 ATK30% 上昇して、さらに2ターンの間物理ダメージに対して無敵状態になる、素晴らしい、これ強えよ、素晴らしい、 ATK が爆上げされるねこれ、うん、で2つ目のスキルが僕は英雄だ、敵一体に ATK の 135% の物理ダメージを与えて、かつ必殺技クールタイムを10秒増加、つまり相手に嫌がらせができるね、なるほどね、必殺技がより打てなくなる、なるほど、10秒分、10秒っつったら相当よ、いい、長い長い、うん、長いわ、でスキルのリーダースキルが対属性の特殊ディフェンスを 20% あ、硬くすんのね、 20% ね、でパッシブがヒットポイント0になっても最大 HP の 10% を残して耐える、あ、ガッツ付きなんだ、あ、そうなんだ、で戦闘不能時に最大 HP の 30% で復活、え耐えてさらに復活すんの、へえ、で技属性から受けるダメージは 5% 減少、これすごいな、最初に HP が0になったら、うん、最大 HP 10% 残して耐えて、うん、その後戦闘不能になっても復活するってこと、うん、すごくない、実2回生き残るってことですよね、まあこのネフィリムの力でしたっけ確かに設定から考えるとこの再生能力あってもおかしくないですけど、うん、いやじゃあこのレベル50のウェル博士をリーダーに設定してね、ちょっと連れて行ってみたいと思うんですけれども、まあストーリーがあるってんでね、うん、まずストーリーはねちょっと回想になるんですけれども、冒頭を見ていきたいなと、はい、というわけでストーリー部分、うん、じゃあ見ていきましょうか、さあどんな話になっているのか、まあ、前回の続きってことはフィーネと一緒に脱出してってところからかな、うん、うん、あらすじですな、うん、でも、ニカっぽくなかった気がするんだよな、ギア奪ってた連中脱出できた奏者たちは、そう、謎の舞台に乗っ取られている、
どうせまた某国の人たちでしょこういうことするのはどうせ某国の人たちなんですよ、やつらだよ。来た来た上田博士、もう臆面もなく僕と人類の未来のためって言えちゃうところがこの人っぽい舞台隊員をどんどんモチベーションが下がっていく。あら、カジバ泥棒してるよ。テンション高っけーな、もう最初から。素晴らしい。お、何かを見つけた。なんだ。敵の上に来てる。うわー、死ぬ気で守れと。もう上司にしたくない。絶対上司にしたくない。なかなか黒い感じですね。フォニックゲインがね、そう必要なんですよ。米国政府、己は米国政府。天才のひらめき来ちゃった。前より出るですよ。フォニックゲインを持つ人たちは確かに来てるよ。ああ、なるほどね。こっちの世界ではこういう感じで手を出すわけだ、あれに。なるほど、なるほど、読めてきたぞ。と、なるほど、まあ、とりあえず序盤のストーリーはこんな感じ。ウェル博士が何かを手に入れてテンションは爆上げ。もう大体予想はつくけど、まあねまあね、カード見た時点でもう予想はつくけど。また使ったんかって、またお前自分の体でそんなこと遊んだんか、やることは変わんないって、体おもちゃちゃうぞお前。なるほどね。とりあえず今回お見せできるのはこの辺りまで。そうですか、まあ、いや楽しみですね。どうなるのかな。はい、というわけでストーリーを見たところでね、ちょっとバトルのウェル博士がどうなってるのか見ておきましょう。でもサクッと見てみたいなと思います。じゃあこちら、なんかえらい数に見ちゃったけど。さあこれでこのパーティー編成でとりあえず行ってみようかな。初級ならいけそうですよね。まあ楽勝でしょ、あっという間に終わっちゃうと思う。あの翼さんの出番はないですね。レベル1だし。出番も何、しょうがないね。あ、いるいるわ、相手の。なんかポーズが微妙に違うのがシュール。たぎってますな。たぎってる、ね。こっちのスキル、さあ、ショータイム。あれ強いやつか。あれ、今なんか2回行動した。動きが早いのか。で、これがあ、敵の時も使う技ですね、これ、うん、で、これでデバフにかかると、うん、クールタイムが10秒伸びる。これうまく使えば相手の技封殺できるか。確かにタイミング次第でできそうですよね。ウェルハーカイ、あっという間だった、これ。あ、1スティーだけど強いよこれ。強いですね、性能的には相当強い。確かに、まあ、敵がまあ初級の敵だったから、うん、あんまりこう実感はできなかったかもしれないけど、うん、効果的には相当強い。確かに、うん、まあ、さっきもねちょっとこの前にテストみたいなやった時は、うん、結構ゼロダメージとかもありましたからね。あの無敵がかかるから、はい、しばらくこっちダメージ受けないからね、うんうんうん、これイベントとかで結構活躍すると思うんだよ。使いどこ次第ではすごいテクニカルな使い方もできそうですね。まず2回復活できるってところが、ね、確かにベースがね、結構イベントってこっち殺しに来る敵が多いから、うん、その中で2回復活できるって言ったら相当稼げるよ。確かに、これは手に入れときたいな。はい、というわけで、はい、そうそう締めに入るんですけど、最後になんか告知や補足説明などありますか。はい、あらすじのどこでもこれ申し上げた通りですね、こちらのイベントはまだまだ、次のイベントにつながっておりますので、そちらにご期待をいただければと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、楽しみですな、まだまだなんかある、うんうん、というわけで今回はじゃあこの辺で、はい、じゃあ皆さんもねイベント配信されたらぜひウェル博士を手に入れてくださいね。バイバイ。